今回は47都道府県制覇の旅富山編です。富山県といえば富山湾の海鮮が有名なのでグルメをたくさん紹介します。最後までご覧ください。まず最初に朝ごはんを食べに富山県と新潟県の県境にあたる朝日町に来ました。この辺りはたら汁が有名です。その中でも特に有名なお店栄食堂のたら汁を食べに来ました。たら汁以外にもたくさんのメニューがあります。3月から6月はホタルイカが取れる時期なので旬のホタルイカも一緒に注文してみました。たら汁が来るのを待っている間ホタルイカは食べました。身がしっかりしていて全く臭みがなくて美味しい。熱々のたら汁が来ました。大きなアルミ鍋に入って提供されます。たらが1匹入っていて身やあら、頭、肝まで全て鍋に入っています。身は臭みがなくとても柔らかい。あっさりした上品な旨味があってとても美味しいです。優しい味で朝ごはんには最高でした。たら汁は一年中食べることができるので富山に来た際はぜひ食べてみてください。朝ごはんを食べ終わって新港きっときと市場に来ました。ここでは富山県の特産物が買えます。海鮮などを買って食べることもできます。名物の白エビセットを食べてみました。クリームの中に白エビが入っているのは斬新です。白エビの唐揚げがトッピングされています。食べてみると塩分が強めでエビせんべいとソフトクリームを一緒に食べているみたいな味でした。お土産と今夜飲む用のお酒を買いに坂庄田尻本店に来ました。重要文化財の森家のすぐそば森家土蔵宮の中にあります。内装は蔵となっており主に日本酒やワインが置いてありました。ウォークインセラーがあり大量のお酒が揃っています。お酒好きの方はぜひ行ってほしいお店です。運が良ければ入手困難の勝ち駒が店頭に並ぶこともあるみたいです。今夜飲むように富菊酒造の羽屋純米大吟醸50翼を購入しました。お昼ご飯は富山市にある寿司へ総川店に来ました。富山市で一番人気のお手頃寿司が食べれるお店です。ここはお酒を一切置いていなくお茶と一緒にお寿司を楽しむお店だそうです。店内はカウンターのみで目の前には流しがあり手を洗いながらお寿司を食べれます。では5貫いただきました。私のお気に入りはこのホタルイカです。2軒目に富山県は回転寿司のクオリティが高いみたいなので来てみました。富山市にあるマール富山湾寿司玉富山かけお本店です。噂通り富山の回転寿司は美味しいです。富山湾で獲れたこだわりのネタを使っていて1日2回その日に獲れた魚を買い付け新鮮な魚をいただけます。時間になったので今回お世話になる旅館に来ました。鳥越の宿三楽園です。こちらの宿はミシュランガイド2016特別版富山石川で最上級の快適評価を獲得している宿で美と癒しにこだわっているそうです。チェックインを済ませてまずは浴衣を選びます。ここの宿では寒いと浴衣の用意がありここ
から選べます。コーヒーやラテは無料で24時間いつでも飲むことができます。今回私たちがお世話になるお部屋です。3人で泊まるお部屋ですが、とても広くて過ごしやすそうです。すぐにお風呂に来ました。成分の異なる2つの濁り湯があり、炭酸水素塩泉と炭酸鉄泉の2種類です。源泉かけ流しで2種類の温泉に入りながら癒されました。お肌もとてもツルツルです。夕食はのどぐろ色エビ尽くし懐石にしました。コースの内容はこちらです。を頼んだらレアなラベルのラッキーエビスに出会いました。タイが2匹でいいことがありそう。食事が終わり、部屋に帰って買ってきた日本酒を飲みました。このお酒は以前ジェルのファーストクラスラウンジでも飲まれていたそうです。とても飲みやすいです。朝ごはんです。こんな豪華な朝ごはんは久しぶりです。朝ごはんの中に卵かけご飯があり、それがとても美味しかったです。ベージュの卵を使っていて、富山の美味しいお米にとても合っていました。宿を後にして富山県ではかなり有名なマス寿司のお店おぎいちに来ました。私は富山のお土産編の動画で詳しく紹介します。次にお土産を買いに富山駅に来ました。お土産をたくさん買った後にお昼ご飯を食べに来ました。富山県の B 級グルメ、もつ煮込みうどんが食べれるお店です。店内にはたくさんのお客さんがいて、30分くらいは待ちました。熱々のもつ煮込みうどんが来ました。もつは臭みがなく柔らかく煮込まれていて、薄い味噌だしと合います。富山のうどん、氷見うどんの若干細めの麺とコシの良さが生かされています。今回の旅はグルメの旅でした。富山には美味しいものがたくさんあるので、参考にしてみてください。
高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。